新上五島町の市民、町民の皆様、はじめまして、私、北は下五島からやってきました、丸田隆明と申します。本日は、下五島からこの上五島町まで、フェリー太鼓でやってきたわけです。いや、このフェリー太鼓、素晴らしい船でした。私も2回目だったんですけど、今日はじっくりとですね、探検をさせていただきました。やはり私がこのフェリー太鼓に乗ってきてですね、いつもは福岡からしか乗ってこないんですけど、上りの便に乗ってきまして感じたこと、この船は素晴らしい。そしてこの船を利用してやはり福岡からの、観光客を呼び込めるのではないかと私は、地方議員の一人として、感じたわけでございます。私、五島市で市議会議員を務めさせていただいております、五島市議会議員の丸田隆明と言います。つい2、3日ほど前に、五島市の方の市議会も3月の定例議会を終えまして、私も31日に告示されます長崎県議会議員への出馬をされるんじゃないかというような噂も飛び交い、そしてまた朝日新聞の方にも、五島市選挙区で3人の戦いになるのではないかという話が出ておりましたが、私も後援会関係者と話し合い、今はまだ、出るべきではないと。その理由が、私のこの市議会議員として立候補した市議会に活を、そして市議会に一石を投じなければならないと、非常に現職の議員の皆様方からは、毛嫌いされて、そしてしかしながら市民の皆様方が私みたいな変人も議員として必要ではないかということで、私も五島市議会議員の一員として教え上げていただいたわけでございます。何を隠すと私も、この政治活動を行いまして、もうそろそろで15年と経過するわけでございますが、やっと私が戦える場所に押し上げていただいたなと。そして、9回目の、市議会も経験させていただきました。まあ中に入ってみるとですね、よくわかるんですよ、この市議会議員の低たらく、もうふざけ切った本当に給料報酬泥棒ではないかと、私も中に入ってやっと分かりました。そして私をこの市議会の場へと押し上げてくださいました、市民の皆様方の期待、これはそうなんだと、市議会を変えてほしいと、あまりにも舐め切ったこの議員たちが多すぎるということで、私は市議会という場所に押し上げていただいたわけであります。まあ2年、今回でもう3年目を迎えているわけですが、やっと3年生でなく、もう周りの17名の議員さんたちが本当に本当に私に早く辞めてもらいたい、もしくはもうとっとと消えていただきたいと、毎回毎回議会でそういう攻撃を受けておりますが、もうそこは私も十数年間、一人にいて頑張ってきた成果があり、大丈夫なんです。一人でも姿勢、そうなんです、調整も変えられるんです。まあ今度の31日に長崎県議会議員がの選挙が始まるわけでございます。まあ、私は今日は選挙運動ではありませんので、皆様方にこの選挙の大切さを訴えに、五島市の方からやってきたわけでございます。まあ、五島市の方も、新人とそして現職の一騎打ちという形の構図が今日はっきりしました。私は出馬を取りやめました。私の目指すべきところは県議会ではないと、やはりふるさと五島、自分の住む下五島の方をびっしりときちんと、役目を果たせねばならないという思いで、今回後援会の皆様方と話し合いをし、今回の県議会議員出馬は一
をもう取りやめた方がいいということで、私は皆様方の意見に従ったわけでございます。まあ、そんな中、現職対新人の一騎打ち、これは下五島の五島市選挙区の話でございます。私はこの南松浦での新上五島町の選挙情勢は全く頭に入っておりません。情報も知りません。しかしながら私が思うに、やはり五島列島として下五島、そしてこの新上五島町は一致団結しなければ、今後の五島市の発展は五島列島の発展はないというふうに、地方議員の一人として思っているわけでございます。まあ、よくぞこんなところで喋れるなと。上五島の町議さんは誰も、議会報告など政治活動の報告など街角に立って報告はなされないという町民の皆様方もいらっしゃるでしょうが、これが政治家の本当の姿なんです。市民、そして町民の代表としてお給料をいただく我々は、町民の皆様、市民の皆様方の代表としてきちんとこれを市政もしくは町政、そして県議会の県政へ届けなければならないのです。選挙運動の時しか顔を出さない現職、そして新人、こういった選挙運動が間違いなのであります。市民の皆様、町民の皆様方はそれぞれに選挙が終わりますと、安心とは全然働かんばいと、何ばやっちょっとかという言葉が届かないんですね。なぜかというと、お声を大にして届ける人がいない。なので私は今日から新上五島町に入ったわけでございます。五島市では現職の議員さんは約1年ちょっと、これは、元職の、辞職によって補欠選挙が開かれたわけであります。おととしの12月がそうでした。まあ、私はその時、あまりにも元職の某県議さんがあまりにも5期にわたって五島市のためにならないと、そういうことで彼とも、市民対県議会議員として戦ってきたわけでございます。私はこの補選にて何とか変えねばならぬという思いで、まあ、新人議員を応援する意味ではなく、市民の皆様に考え方を考えて変えてくださいというお願いをしたわけでございます。まあ、その結果、5期にわたる五島職は落選しました。そして今回、出馬が予定されております現職の議員さん、1年間ちょっと見てきました。まあ、個人的にお付き合いしている中でございますが、まあ、私が思うような期待に反するような、方だったなと非常に残念に思っております。まあ、そういった思いもあって、おとといの時点では出馬に向けた動きもやっておりましたが、ここはやはり先ほども申し上げました通り、県議会で働くのではなく、まずは市民と一番近い場所、市民に一番近い場所、市議会で頑張らねばならないということで決断したわけでございます。まあ、新上五島町におきましては、町民の皆様方と一番近い議会が町議会でありますが、まあ、私も、新上五島町の町議さんが何名いらっしゃるのか、そしてどういった方々が、議員さんを務められているのか、全く恥ずかしながら存じ上げておりません。しかし、県議会議員定数は1です。五島市も1です。どうもありがとうございます。上五島町も1名というふうに聞いております。まあ、そんな中、全ての町民の代表として県議さんを押し出さねばならない。さあ、果たしてこれまでの県議さんがこの新上五島町にとってどのような仕事をやってこられたのか、そこをきちんと皆様方は振り返ってですね、勉強していただければならない。そして国民の権利でありますこの選挙権を行使してればならないわけでございます。まあ、年々選挙に行く人がどん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 減って、投票率が下がってきている状態です。この選挙というものは未来の子どもたちのために我がふるさとを託す人を選ぶ選挙だというふうに置き換えていただければ、これまでの選挙無投票もあったようです。これまでの選挙で良かったのかということを町民の皆様方は
真剣に考えねばならないのではないかと、それを伝えに私は本日、五島市の方からこちらの新上五島町に、お邪魔させていただいているわけでございます。また選挙かよと全く関心のない方もいらっしゃるでしょう。しかし今の時代を作り上げる県議さんではなく、未来の新上五島町を誰に託したらいいのかという貴重で大事な選挙なのであります。これも選挙権のない18歳未満の子どもたち、新上五島町には850名の子どもたちがいらっしゃるように私も、昨日勉強してきたわけでございますが、この選挙権のない子どもたちが本来であればこの新上五島町の未来を真剣に考えて人選びをせねばならないのではないかと、その責任を今の大人たち、選挙権を有する大人たちが責任を持って投じなければ、この島そして五島列島全体の活性化はありえないと思っております。まあ、私は、野党でもなく与党でもない五島の丸田隆明ということで、地元五島市では、孤軍奮闘しているわけでございます。私もかなりの、攻撃を受けております。市議会の中でも、与党である自民党関係の、議員さんたちからバッシングを受けておりますが、そんなのどうでもいいんです。なぜいじめるのか、なぜ懲らしめるのか、目立つからなんですね。それは市民のために毎日のように寄り添っている議員を彼らは嫌うわけなんであります。なぜなら彼らが仕事をしないから目立ってしまうわけなんです。そういった議員が同僚にいるということを嫌うんです。選挙が始まりますと、もう腰を折り曲げてお願いしますお願いしますと、町民のため市民のために頑張りますと、頑張らせてくださいというのはその時だけの1週間ちょっとで終わりますから、皆様方もよく聞いているこの選挙運動の光景ではなかろうかと思います。自分たちの未来、この島の未来をどのようにしたいかということをやはり誰に託すかと、新上五島の町の未来を誰に託すかということが選挙なのであります。まあ、今回どなたとどなたとどなたとどなたが何名出るか私は全く存じませんが、私はある一候補予定者の、気持ちにですね感銘を受けまして、これは五島市の方からは、私五島市の方の選挙には全く、携わっておりませんので、今回これは新上五島町までお伺いしまして、この予定されております予定者の一人をですねバックアップして私は応援したいなという気持ちで、本日マイクを握っているわけでございます。まあ、私のモットーは挑戦者ということで掲げております。失敗しても笑われても何もしてない人より挑戦し続ける人がいいということで、まさに今回この挑戦者無名な方が出馬するんではなかろうかというお話を頂戴しております。この方の勇気に私は感銘を受けたと、この新上五島町をどうにかして本当に町民の手に戻したいと、取り戻したいという思いで、頑張りたいと伝え聞いております。なので今回町民の皆様、どれだけの町民の皆様方が31日に告示されますこの長崎県議会議員の選挙に興味関心を抱いているか存じません。しかしこの新上五島町、皆様方のふるさとをこのままで終わらせたくないという思いがあるのでしたら、どうかこの選挙に一票にかけてみてください。その一票も未来ある子どもたちの未来のために、大人の責任として恥じない投票をしていただきたいと私は願うわけでございます。どうか今回の統一地方選挙、長崎県県議会議員の選挙におかれましては長崎県で一番の投票率であったと、
これをまず売り出そうではありませんか。そして確かな方にこの新上五島町の未来を託してみてはいかがでしょうか。まあ、選挙戦が31日から告示され始まるわけでございますが、まだまだ時間はあります。町民の皆様方が未来ある子どもたちのために責任を持って恥じない投票をするために真剣に候補者を選び出していただきたいなという思いを今日私は伝えております。どうか五島から変わった変人の丸太が来たなと、それだけでも構いません。丸太が何を喋っていたのかという一言だけでも頭に入れとっていただければ幸いでございます。私は思います。五島市だから新上五島町とは何も関係ない、何の心配もしなくていいんじゃ、そういう気持ちじゃいけないんです。まずは町議会、そして市議会の地方議員の方々が本当にこの五島列島という一つの括りとして未来を考えればならない。今まさにその時代がやってきているわけでございます。まあ、新型コロナウイルス感染症で3年間がとんでもない問題となって疲弊しました。今からなんです。今から頑張らねばならないんです。しかしこの頑張ることに関しましては、すべての日本全国の地方都市が同じ状況でありますので、その中でもやっぱりずば抜けた行動をしていかねばならない。そのために今までの県政に送り出していた議員さんでいいのか、そこを真剣に考えていただきたいと私は訴えております。私は今日からずっとこの新上五島町に入らせていただきまして、いろんな場所で私が考える政治とは何ぞや、選挙とは何ぞやということをお話しさせていただきたいと思いますので、どうか、至る場所で私を見かけた折には、まあそうですね、クラクションなりパッシングなり、そして、声をかけてくれるなり、ただ石を投げるのだけはやめてください。私の政治活動の邪魔として訴えられますから、石だけは投げないでください。声援を送っていただくのは大歓迎です。そして最後にお願いがあります。五島市にはこんなバカな、市議会議員がいるのかということを覚えていただけますと、私は非常に来た甲斐があったなと嬉しく思いますので、どうか五島市議会議員の丸太という名前だけでも覚えとっていただきたいと思います。今日は突然の、訪問にてこの場から、お話をさせていただきました。近隣の皆様方には大きな声で本当にご迷惑をおかけしましたことをこの場よりお詫び申し上げます。ご清聴のほど大変ありがとうございました。